みなさんこんにちは。こんにちは、はい、今日はですね、あのキャンプの、うん、まあ、夜ですね、夜あのテーブルが暗いんですよ、うん、あのまあランタンをですね、うん、あの1000円のランタンを2つ購入して、うん、で前回のキャンプでね、あの右に1つ、うん、左に1つ、うん、であのここに LED ランタンを、うん、LED のマキタのね、うん、ランタンを置いたりしたんですけど、まああのうちは撮影をしながらキャンプをするっていう、まあ、スタイルなんですよね、うん、で撮影をするとどうしてもね、あの明るいライトが真ん中にズドンってあると、その明るい LED ライトを基準に明るさを設定しちゃうので全体的に暗くなっちゃうんですよ、うん、でそれをどうにかできないかなということで、今回ですね、あのテーブル用にガスランタンを購入しました、はい、でね、また一生懸命調べました、はい、私このように、ね、はいはい、欲しいものですから、まあ、欲しいものだね。欲しいものだったんでしょ。もう欲しいんだけどさ、本当は欲しいのはまだあの高いのがあるの、うん、コールマンドが欲しかったんだけど絶対もうダメって言われるから、まあ調べました、はい、私ねいいですか、はい、それではじゃあいつものように行きましょうか、はい、でね、あのちょっとメモ用紙を見ながらね、うん、まず、僕が一番欲しかったね、あのガスランタンは、うん、コールマンのルミエルランタンですね、うん、これはもうド定番になるんですけど、はい、うん、このねランタンは高いです、うん、まあ Amazon では価格がまだ出てなくて、うん、出てなくてっていうか取り扱いがないのかな、うん、Amazon が販売してるっていうか販売 Amazon に登録してる販売業者さんがなんか売ってるような形なんだと思うんだけど、うん、まあ、正式にねいくらっていうのは出てなかったです、うん、で調べたら、まあ、ネットで調べたらね、ざっくり1万5000円から2万円ぐらいの間で売られてました。まあ長く使えるものだから、うん、まあね、そこにお金をかけれる人は全然いいと思うんですよ、うん、そうだね、うんうんうん、まあ別にそのね長く大事に使えば、うん、それを1万いくらだって、まあ、安くなるから、うん、まあトータルで見ればね、うんうんうん、なんだけどうちはね、あのそんな金額とてもじゃないけど買ってもらえないんで、はい、で、まあ、これはまずダメと、うん、でもコールマンのルミエルランタンはね、うん、あのこのオイルランタンだったらガラスのとこホヤって言うじゃん、うん、このガスランタンはグローブって言うんですよね、うん、あ、そうなんだ、うん、グローブってなんか言うらしくて、うんうん、っていう、まあ、書いてあるところが多かったです、うんうん、この、 あのコールマンのルミエルランタンに、うん、つくグローブだから、うん、ルミエルランタン標準のものから別なものにね、ちょっとおしゃれな、なんていうのかな、ガラスがぐるぐる巻いたようなのとかあるんですよ、はいはいはい、うん、そういうのに交換できたりするから、うん、いろんな形を楽しめるのはコールマンのルミエルランタン、そうなんだ、そうそうそう、そのなんか、なんていうのかな、ちょっと大きめのグローブとか、うん、なんかいろいろ売ってますよ、それおしゃれなのが、うん、ね、うん、だけど、まあ、本体自体が高いということで、まあ、うちはもう却下ですね、はい、で次に目をつけたのがスノーピークのリトルランタンです、うん、でこれはね、あのすごくちっちゃくて、うん、まあ、可愛いんですよね、うん、見た目が、うん、で Amazon 価格で、まあ、6,718円、うん、まあ、今の時点でね、うんうん、まあまあいいお値段がするなということで、うん、でまあ、僕いつもね、あの Amazon でそれを調べた後にアーリーエクスプレスっていう安いとこ安いのをいろいろ売ってるとこあるんですよ、うん、あのアプリっていうか、まあ、サイトがね、うんうん、でそこでまあ調べたら、うん、そのスノーピークのランタンにも激似のランタンがもう1000円2000円で売ってるんですよね、うん、けど品質がねやっぱりちょっとばらつきがあるっていうのと、うん、一番気になったのがね、あの風が吹くとすぐ消える、あ、それ困るね、っていうのがちょっとなんか多くて、うん、非常用とか室内用のそのムーディーな雰囲気を作りたい時用になんかいいっていうのが結構目につきました、コメントはね。そうなんだ、うん、でアウトドアシーンで考えた時にさ、やっぱり風に弱いっていうのは結構致命的だから、うん、これはまあ値段的にもちょっと惜しいんだけど、うん、その風に弱いっていうので却下かなと、うんうんうん、ってなりました、はい、で次に僕が目つけたのが今回購入したファイヤーメイプルっていうところのメーカーさんが出しているオレンジランタンですね、うんうん、で価格はねAmazon で3,480円、めちゃくちゃリーズナブルなんですよ、うん、でこれの評価があのレビューを見たらね、うん、あの風に強いと、おいいね、うん、でまあそこそこ明るい、うん、
まあでも欠点として、うん、若干ね、あのランタンの真下ね、うん、東大元暮らしと言わんばかりに下がちょっと暗いらしいよ、うん、ああそうなんだ、うんうん、まあまあでも風にね、うん、強いっていうのがまあ結構プラスに働いて、うん、あとまあ値段もねコスパがいいっていうので、うん、まああのうちは選んだんですけど、うん、日本産なんですよね。ああそうなんだ。なんですよ、なんかあの複合機なんかで使ってる、まあ、純日本産、うん、で、うんまあ、職人の手で一つ一つなんか作られてるらしくて、うん、まあそこら辺もねちょっと買ってみようかなっていう理由の一つなんですけど、うん、いいでしょ。いいじゃん。で世界的にもだんだん今名前がこう売れてきてる、結構いい感じのブランドらしい。そうなんだ。なんだって3480円、どんどん上がっていくかもしれないしね値段が、うん、これから売れていくとさ。だよね、うん、だってまあとりあえずそのねガスランタンを試してみたいっていう人には、うん、まあいいんじゃないかなと思います、うん、で今回これはねあのそのオレンジランタンは OD 缶ね、うん、アウトドア用の缶、うんに対応したものになります。で、うちはねで、うちはねっていう前にちょっとじゃあもう紹介しようか、うん、では早速ね、まあ、いろいろ喋ったんですけど、うん、まず買ったものをね、紹介しようと思います、はい、まず最初にこちらですね、ファイヤーメイプルのオレンジランタン、うん、で、これが先ほど紹介したコスパのいいランタンになります、うん、はいはい、まあ後でちょっとじっくり開けていきましょう。はい、はい、お次はですねスノーピークの OD 缶になります。 OD 缶初めて買いました。でかいね、うん、大きいんだね。でもこれねちっちゃい本なんだって。そうなの、うん、250っていうサイズで ISO って書いてあります。スノーピークですね。なんだかんだ言ってなんかスノーピークって聞くとちょっと高い感があるよ ね、うん、スノーピークちょっと、うん、おしゃれだよね、うん、キャンピングムーンの延長ポールになります。まあね、本来これに直接ランタンをつけるんですよ、うん、こういう風にね、うん、でもその料理をする時にさ、うん、あのコンロに乗っけたらさ、うん、ちょっと上がるじゃん、うん、その時にさ、手元が明るくないと見にくいかなと思って、うんうん、この延長ポールをここにつけることによってちょっと高い方からこう広域にね照らしたいなと思ってちょっとこれ買ってみました。そうなんですよ。お次はこちらですね、変換アダプターになります、うん、これは何をするものかというと、OD 缶と CB 缶というのがありますよね、うん、まあ、カセットボンベ用の缶、うん、まあ、あの安いね、うん、でこれは OD 缶、うん、アウトドア用の缶なんですけど、うん、OD 缶から OD 缶にガスを入れ替える、うん、詰め替える作業とか、あと CB 缶から OD 缶に入れることもできます。あとこの変換アダプターで CB 缶から変換アダプターをつけることによって、あの OD 缶用のこういうランタンとか、あのコンロなんかを使えるようにするアダプターね、変換アダプター、なんかこれあるといろんな使い方ができます。はい、まあ、ちょっといろいろ喋ったんですけど、これ変換アダプターですね、はい、でね、一番びっくりしたのこの変換アダプターのにびっくりしたのってね、この中身毛だらけ前回さコンロ買った時毛が一緒にさ縫われてたじゃん、うん、まああれもまあまあびっくりしたんだけどさ、うん、これねもうそれどころじゃない、なんか。はい、で早速ですね、今この紹介したのをちょっとね使ってみようと思います、はい、で初めて、まあ、使うんですけど、まあ、一旦ちょっと換気をしながら、うん、でじゃあ開けましょうか、はい、まずはじゃあこのファイヤーメイプルのオレンジランタンを開けようと思います、うん、ティッシュをぐるーっと、なんかかっこいいよね、うん、お、なんか結構ちゃんとした入れ物に入ってます。おお。なんだこれは。ああやっぱりなんだって、この中にワイヤー、ちっちゃいワイヤーが入ってるんですけど、うん、このガスの穴が、まあ、極細らしい、 0.1 ぐらいなんだって、うん、だその穴をこう通すのに、うん、ちっちゃいクリーニングニードル、クリーニングニードルっていうのが入ってるらしいです。クリーニングニードル、クリーニングね、あ、クリーニングね、
クレーニングに聞こえた、うん、クレーニングって聞こえてるんだけど、そう、クリーニングね。はい、それでは早速見てみようと思います。はい、もうちょっと開けてる途中ですね。あれだったんですけど、どう、どうすか、どうもこうも、うん、でもなんかいいね、やっぱいいね自分で買ったら何でもよくね多分ねっていうことで、だって必ず感想がいいねだもんね、うん、ここをこういう風に回して、今ここに穴があるんですけど、こういう風に穴を手前に持ってきた状態でガスをちょっと回して出してあげて、ここでカチャッと火をつけます、うん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 、で火がついたらこれをこっちにこう戻すらしいです。こういう風に、うん、なんか考えられてるんですよね。長さが12センチの、ここの横は約5センチあります、はい、パイ5センチね、うん、でなかなかね、まあ、重さはそんなにないんですけど、うん、作り場で成功な感じでしっかり作られています、はい、で早速ちょっとオーディー缶の方につけてみようと思います。しっかり閉まってるのを確認しますね、うん、ここの後ろにこういう風になんか芯棒みたいのがあります。これで多分缶のさ中を押さえることによってガスが出てくるんじゃないかな。でこういう風にね、OD 缶のここに差し込んで回したいと思います。ちょっと緊張するな。お、ああ、こう、こう、ちょっとビビるね、うん、はい、でしっかり入りました。はい、見た目はかっこいいね、うん、え、早くつけてほしいんだけど。でもちなみにこれって外せるのかな。ああ、取れるんだ、外せるじゃん、洗えるんだよこれ、じゃあいいね、親切だな、メンテナンスも 楽ちんじゃん。うん、じゃあいいですか。はい、ちょっとね、え、暗くしなくていい誕生日じゃないんだ一旦つけてからじゃ暗くしようかいいね。で、これでこっちに回すと。ああ、いいじゃん。いいんじゃない？うん、いいと思う。これどんぐらいの大きさにするんだろうね。え、待って、暗くないとはやっぱ分かんなくない？じゃあ一旦この状態で暗くしようか、うん、おお。ちょっとムーディーな感じになるね。まあ今向こうのね、あの電気がちょっと少し、ね、うん、僕の部屋のとこが少しついてるんですけど、うん、どうでしょうか。ちょっと火を大きくしてみよう。すごい、ほら、めっちゃ明るくなったんじゃない？なったね。あっちも消してみる？わあ、いいよ。え、だいぶ照らすね。結構明るいよね。明るい明るい。どうだろう。今下の方はほら、あのオーディー缶にさつけた状態で、うん、どんぐらい20センチぐらいかな、うん、ぐらいはちょっと暗いんですけど、もうそれでいても、この周りなんかは結構明るいから。え、明るい明るい。まあキャンプの時だけじゃなくてもさ、うん、そういう、もうもし停電になった場合なんかでも、うん、一晩とか持ったりするから、うん、全然いいかも。え、この缶で一晩持つの？うん。え、そうなの、うん、って書いてあった気がする。ごめんなさい、もし間違ったらごめんなさい。ここに時間をじゃあ調べて書いとく。ああ、そうだね、何時間ぐらい持つっていうのをね。でも、それすごいね、うん、一晩ぐらい持つって書いてあった気がしたんだけどな。へえ。もう一回ちょっと調べてみます。はい、今の炎でどんぐらいだろう、ちょっと脱ぎ捨てで測ってみようか約ね、3センチぐらいですよ、うん、この、なんだろう、火口っていうかから炎の上の方まで3センチぐらいの出し加減、うん、で、こんぐらいの明るさ。もうちょっとじゃあ出してみましょうか。ほら、今4センチぐらいね、うん、もうだいぶ明るいよね、うん、明るい明るい。モニターで見てもほら、私と、うん、顔が映ってるもん ね、二人の顔が映ってるから。そうで、この状態で、まあ、つけてみたんですけど、次はね、このキャンピングムーンの延長ポールをちょっとつけてみたいので、これをはめ込んでみようと思います。はい、で一旦消すね、うん、ランタンポールミニって書いてありますね。キャンピングムーン長さがですね、約11センチ、11センチ伸びます。
でこれを先につけちゃうとガスがボーって出るから、うん、これをこっちに先につけますよね。おでこれでつけますね。おこの漏れなかったね。一瞬シュッて言っただけだった。あでもこれはこれでしっかりしてる。で上と下がほらロレット加工されてて、うん、結構回しやすいのよ、うんうん、そしてなんといってもなんか見た目がちょっとなんかかっこいいね、うん、いいですね。回してでここを回してと、うん、こういう感じで締めます、うん、ほら締めたらやっぱり火がちょっとまっすぐなるね、うんうん、すごいいいね。使い勝手めっちゃ最高じゃん。うん、いいよね、うん、じゃあもう一回暗くしてみよう。ああ今度明るいけどやっぱり手元真っ暗だ。あーだいぶ違うね。うん、全然違うね。あでもここぐらいまで出せば違うけど、逆にさこれはテーブルの上用じゃなくてさ、うん、もう結構地面に直置きの状態でこういうのでも悪くはないかもね。あーそうだね。なんかするときにまあでも何かするっていうよりももうこうやってちょっとさ灯火をさ焚いてさ、うん、こう語り合うっていう時になんかつけそうな感じじゃない。そんなおしゃれなことする。灯火で進んで明かりをつけましょうってやつでしょ。でも光をちょっとこう上げてあげると、うん、ほら結構周りまで明るくなるけど、まあ先に比べてやっぱり暗いところは、うんまあ、広いかな。広がったね、うん、まあ広がったけど値段とねこのかっこよさとって言ったらまあ全然大丈夫、うん、ちょっと内輪でこう仰いでます。結構仰いでるね、うん、ここの下から下から風が入るとちょっと揺らる。そうだね、揺らるじゃん、揺らる揺らる。あでもそんなに風のうん、通信。ああ、これだ、消えた。消えました、まあ、上から入った分には違う。まあこうやるからさ、うん、ダメなんだよね、うん、まあ普通にだってこんぐらいの風って吹かないから。吹かないよね、うん、これまあまあな風でしょ、こんな、うん、まあまあな風こんなんだったら、うん、こんな風は吹かないよね、うん、だからまあ強風というか風の耐性はね、結構高いんじゃないかな。最後に紹介するのは先ほどね漏れなく髪の毛の入っているこちらの変換アダプターです、うん、でまずこちらなんですけど、こっちはですね、はい、このようなものですね。ゆっくり回して、あちなみにねこの変換アダプターはこの2つで895円です。安い。でこれは OD 缶用のアダプターになりますね、うん。まあ、OD 缶から OD 缶への詰め替え用とか、まあ、CB 缶、OD 缶のこれにこれをつなげると、うん、CB 缶でこれが使えたりとかするから、うんうんまあ、結構いいよね。じゃこの CB 缶にこの変換アダプターをつけてみますね。はい、これで OK。これで OK です。でまあ、ちょっと試験的に CB 缶にこのオレンジランタンをつけてみようと思います。ん？だよね、メスメスだもんね。ってことはちょっと待ってて、これをこれが違うんだ。これを先につけないといけない。これでここに入れて回してあげる、うん、まあでもこれはさちょっとあの舌が不安定だからまあ絶対しない。うちはうんしないね。うんまあ試験的にちょっとつけてみるだけですね。大丈夫。どうなる。なんかこんな揺れてんの。なんかちょっと不安定。怖いな。898円。お、本当だね。へー、
まあ使えます。使えることはね、CB 缶でも、うん、使えるけど、うちはこれでは使いません。ちょっと倒れそうで怖い。まあ一応変換アダプターでもまあ使えるっていうことですね、うん、消しますね、はい、はい、それではですね、あのファイヤーメープルのオレンジランタン、うん、紹介したけどどうだったでしょうか。はい、お値段の割に良かったんじゃないの。うんね、うん、まあやっぱりね、あのレビューにあった通り下は若干ちょっと暗くなりがちですね、うん、けどその値段的なところとあとその実際の製品のこの作り込まれてる感じで言うと、うん、まあプラスマイナスで考えても全然プラスじゃないかなと、コストパフォーマンスがいいんじゃないかなと思います、うん、まあお値段が3480円だからね、うん、非常にお買い得で手の届きやすい価格帯で、うん、まあ、これだけの品物だったらね、うん、全然いいんじゃないかなと思いますね、はい、ね、結構明るいし非常用にも使えるし、うん、で今回この変換アダプターとあとキャンピング分の延長ポールですね、はい、でこれで全部でいくらだと思う。5281円。めっちゃ俺のメモ見とるやん。全部で5281円なんですよ。当たったって書いてあるもん、俺のメモに。で一番最初の冒頭に話したんですけど、うん、コールマンは1万5000円から2万円ね、うん、この上だけでだよ、うんうん、でスノーピークは上だけで6718円、うん、でもこのオレンジランタンは全部揃えて5281円。ね、安い、すごいでしょ、うん、なんかちょっとこうジャパネット高田風になってしまったけど。またか実際キャンプで使ってみて、うん、よかったらね、はい、またあのサブチャンネルでも再レビューという形でね、うん、やってみようかなと思います。はい、はい、それでは、うん、今回の動画がよかったらいいねとあとチャンネル登録の方よろしくお願いしま す。残る髪型三河健一みたいな。見れば見るほど。